あ、みくちゃん、ちょっとだけ待っててもらっていい？わかりました。ごめんね。はい。お待たせー。あー、めっちゃ可愛くなった。いや、今回演説大成功だね。いや、けどここのケーキよかったな。いやー、大正解だ。お待たせー。どう？こんな感じで。いやー、めっちゃ可愛い。いや、世界で一番可愛いかもしれない。みくちゃん、ごめん、お待たせ。ちょっと乾かしてくね。はい。よし、可愛い。あ、ごめん、心の声出ちゃった。いや、めっちゃ可愛くなっちゃったね。いやー、最高傑作。いや、今日ね、唐揚げ隠し味としてバイオレット混ぜたんだよ。それがいい味出しちゃったかもしれない。いやー、めっちゃ可愛くなったなー。いやー、いい色だなー。めっちゃ可愛くなっちゃった。どうしよう。やってー。お疲れ様でした。あれ？眉毛めっちゃ切りました。結構バサいっちゃいました。めっちゃ可愛い。めっちゃいい感じですね。本当ですか？ありがとうございます。キッズ正解でしたね。ちょっと前髪の毛ついちゃったんで、はい、毛払いで払ってきますね。お願いします。失礼します。ミキさん、最近 YouTube 見てます？え？ YouTube 最近見てます？あ、たまに見てます。え、どんなの見てます最近？え？どんなの見てます？東海オンエア見てますね。え？東海オンエア。あ、東海オンエア。はい。いや、最近僕、歌えるめっちゃ見るんですけど、いやー、歌えるめっちゃ面白いんですよ。結構あの急上昇とかにも上がってる YouTuber なんですけど、もともと最初なんか柴田がプロデュースをしたみたいな感じで、YouTuber デビューして、最近 YouTube めっちゃ面白いですよね。俺もう帰り道とかもうついに YouTube だし、いやー、もう YouTube ともう生活してるようなもんですね。仕事してる時以外はもう YouTube、あれがなくなったら僕死にますね。まあ、例えば最近始まった有料会員の仕組み知ってます？なんかこの有料会員に入ると広告が出ない。
今日も動画見てくれてありがとうな。高評価、チャンネル登録よろしく。右の画像をタップするとおすすめ動画に飛べるから、そっちも見てくれよな。あと Facebook、Instagram、Twitter やってるからフォローしてくれよな。あと LINE の公式アカウントもやってるから絶対登録してくれよな。あと Gmail、Mixi、Google+、ブログもやってるから。